はい、花壇のね、改造のね、続編になります。今日はですね、こちらのね、あれですね、こんな雑草とかね、ここら辺ね、こういうセダムとか修理があるんでね、あとあとこちらの方もね、植えるのに使いたいんでですね、こういったね、雑草を整理したりね、こう使える多肉をね、今からね、分けていこうと思います。こちらね、トロフネンね、草とね、セダムなんかをね、分別してね、入れていこうと思ってます。それね、そういうことで始めていきたいと思います。はい、ということでね、作業開始です。これね、草はね、どんどんこう取っていきましょう。こういう種ではね、こういうのはね、使えそうですね。こういったのはこう分けてね、手前取った雑草はね、こちらのトロフネンね、こう奥の方にね置いていきたいと思います。もうぐちゃぐちゃやけんなまあけどね、このシューレはやっぱね強いからですね、なるべくね使っていきたいと思います。土がね、それともう完全にこういう黒土なんでね、黒土なのでちょっとね、後でね、土壌改良もしないとちょっと厳しいかなと。こんな感じですよ。こんな感じで根っこがねあります。こういうふうなね、セダムね、こちらももう真っ黒の黒土やからね、こういうふうにね、こういう感じなので、これを片付けた後はね、ボラ土をこれに混ぜてね、排水性と通気性をね、高めていきたいというふうに考えてます。よし、もう土がねすごい水分ね、まあ今の時期だからいいですけどね、これが梅雨とかになればもうセダムもねなんかダメになりそうなね、そんな感じですよ。はい、こういう感じでね、これ草もねいっぱい生えちょるから、うわうわっていう感じですよね。近くをね、人が通ったからね、変態と思われると悪いから、しばし無言になりました、ね。はい、こういう感じでね、残り全部ね、やっていきたいと思います。はい、おおむねね、除草のね、作業終わりました。こんな感じでね、ご覧の通りね、さっきも説明しましたけど、こういうね、もう黒土だけですよ、こんなのね。ね、結構ね、整理したんやけど、なんか木の根とかがね、ちょこっとありますけどね。ですので、こういう風だとね、はけが悪いからですね、このボラ土の、まあこれちょっと袋越し見て分かりにくいけど、こういう風な大きい粒とですね、若干小さい粒、これをですね、こちらの方に、入れてですね、通気性と排水性をね、良くしたいと思います。まあ、前もね土の説明でしたけど、このボラ土っていうのはね、こういうね、こう多孔性で硬質なんで、粒はね、潰れにくいし、で、まあ、弱酸性でね、雑菌も少ないと。多孔質というのはね、この特にあの粒のね、こっちの方の大きいやつはこの中にね、空気を含むっていうようなことのね、意味合いもありますので、そういうことでね、ちょっと粒の大きいやつもね、入れていきたいと思います。これをね、袋ありますけど、これ開けてね、この花壇の中にね、この後入れていきます。はい、まずはですね、ボラ土の、大きい粒ね、そちらの方を
こういうふうにね全体的に敷き詰めました。こちらの方がねこっからね水がこう流れてくるのここですね。だからここだけは深く穴掘ってね、このブラシの、粒の大きいやつだけでね、ここには植えない感じでここで水をこう止めるっていうかねそういう感じで、ボラ土を入れました。この後にですねまた、今度は小さい粒ねそちらの方を上から巻いていこうと思います。はい、こういう感じでね、ボラ土のね、大きい粒と、ちょっと小さい粒のね、袋を全部開けて、花壇ね入れました。こうやって見るとね、入れすぎだろうと花壇より高くなってるじゃねえかちね、言われそうですけどね、土はね一回ほぐすとですね、1.2 倍ぐらい膨らむんですよね。ですのでこれがまた落ち着いてきたらね、ちょうどいいぐらいに、ね、なるんじゃないかなと思います。でこちらをね元にあった黒土とですね、このねボラ土を、こういうふうにね、ありますけどこんな感じでほぐしてほぐしてとかね混合してねそして植えていこうかなと。なんかいい感じになりそうですよこんな感じね。こんな感じに、なっていきます。いい感じになるんじゃないですかね、うん、でこうしながらねまたゴミが出てきたら、これをねゴミを取りながらね、やっていくという感じでどうかなと。やっぱねこういうの出てきますからね、はい、こういう感じです。もうちょっとね、攪拌して植え付けるのはねもうこの後こちらには屋根とかをつけてね、その後にやっていこうかなというふうに考えてます。はい、今日はねどうなんかなこれは土壌改良の会っていいかな、そんな感じでした。植え付けはね最後の最後に、やりたいと思いますので、はい、そういったことでね、はい、一旦止めます。あ、苗だけ見るかな、取った苗がどんな感じかですね。はい、堆肥中のね苗はこんな感じですね。これなんかなセダムね、名前はちょっと忘れましたけどね、こういうセダムとかね、もうほとんど修例ですね修例強いから、まあ一部ね、こういうベニチゴとかありますけどね、うん、まあ大したやつはないんでね、うん、この修例とこのセダムなんかなこれ伸びてますからね、これとこれ一緒かな、一緒かわかんないですけどね、うん、こんな感じですよ。ですので、これだけじゃねちょっとわびしいんでですね、ホームセンターかなんかね、苗を買ってきて継ぎ足すのと、あ、そうやな七福神とか待ってますからね、そういったやつもね、一緒にね、植えていこうかなというふうに思ってます。植え付けはねいずれにしてもね、まあ、一番最後ですね、この後はそうですね、この動画が、改造のその2としたらこの後はどうですかね、あれですね、今度は、屋根の設置中ところになろうかと思います。はい、そういったことでね、今回の動画は終わりたいと思います。チャンネル登録とかですね、高評価、よろしければお願いしたいと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。